林中志郎林中志郎7月25日から2010年2月28日は日本の天体物理学者、天文学者、京都大学名誉教授、文化勲章受賞者、京都府京都市出身、天文学と原子核物理学、素粒子物理学とをつなぐ学問である宇宙物理学の日本における先駆者の一人、京都大学理学部物理学科。 天体核物理学研究室の教授を27年に渡って務め、研究の一方で数多の優秀な理論物理学者や宇宙物理学者、天文学者や惑星科学者を育てた。また、教室の弟子の論文にはきちんと目を通し、好奇心を持って論文発表などを聞き、疑問や質問点を聞いていたということである。論文審査などにおいて自身が納得すると、 就職や進学にあたり推薦状を心よく書いたというエピソードも残っている。また、教室員と伴いに、京都郊外の散策などの行事も企画し、数多くの教室員に慕われた。体感後、プログラミング言語を学び、自らも計算していることを明かした。1920年7月25日、京都市上京区市畜生南町に、林誠二郎、胸夫妻の4、 男として生まれる。翌1921年7月12日、王子、林勘次郎の養子師となる。1927年4月、京都市町大鳥神社高等小学校に入学し、1933年3月、同校を卒業。同年4月京都府立京都第一中学校に入学。京都市中を4年終了後の1937年4月、 第三高等学校理科校類に入学し、1940年3月、三校を卒業。同年4月、東京帝国大学理学部に入学し、1942年9月、東大理学部物理学科卒業。東大卒業後は、東大理学部嘱託及び、海軍技術士官を経て1946年に、京大理学部の副主、ついで助手となる。 1949年4月、何は大学工学部助教授に就任。1954年4月、理学博士号を兄弟より取得、兄弟理学部助教授に就任。1955年、天文物理の合同研究会をきっかけとして、宇宙物理学、天体物理学の研究に専念。1957年5月、兄弟教授。 1977年4月、京大理学部長となる。1984年4月、退官し京大名誉教授となる。1987年12月、日本学士院会員となる。2010年2月28日、京都市内の病院にて、肺炎のため89歳で没した。林家は、元来、上鴨神社の大工の棟梁を務めた家系で、 ついで大徳寺の大工の棟梁の家系となり、大徳寺の多くの建物に、林家九代目投主林宗名の別名、林右上門の名がある。林家の先祖は、西大公、川内守藤原宗久で、西鴨の林村に居住していたが、1708年頃に、大宮里大徳寺新門前に転居した。林生を名乗ったことが信頼できる公開された、情報源で、 検証可能なのは、宗明の代からである。中四郎の成果は1807年に建て替えられ、2007年に登録有形文化財に登録される。明治維新五代徳寺は、段下の大名を失い経済力がなくなったため、林家は大工を廃業した。この経図の出典は、佐藤文隆編、林中四郎の全死後途中の物理学の120ページである。その業績を称え、 また、林自身の寄附金をもとに、1996年から日本天文学会に林中志郎賞が創設され、毎年優れた業績を挙げた天文学者を表彰している。歴代の受賞者及び受賞対象題目は以下の通りである。括弧内は受賞時の所属。ありがとうございます。